はいどうもこんばんは、ししです。本日もモンスターやっていきたいと思います。本日は、魅惑の怪盗三姉妹キャッツアイですね。多分あれ何が一緒なんでしょう。キャッツアイは僕はあんまり見たことないんですけど、まあ描いてる人一緒なんですかね。というわけで、あの魅惑のね怪盗三姉妹に対抗して、魅惑のリコル姉妹でやっていきたいと思います。とりあえず何も考えてないです。地雷がどの程度の威力なのかもわからないし、まあびっくりマークはついてなかったんでね、大丈夫だと思います。うん、うわワープ結構出るな。最近なんか珍しくなったランダムワープなんですよね。あのサイバリョウもキャッツアイもちょっと珍しいなっていう、なんか久しぶりな感じしますね、ランダムワープっていうと。一時期よく大黒天とかね、確かランダムワープだったような気がするんですけど、なくなりましたよね。なんで予測ができるというか、そんな移動する入り放題じゃない、はい、だったと思うんですけどね。最近時代か、うわ短け15ターン。まあ怪盗なんでね、相手は速攻仕留めろということなんでしょう。結構弱点だとダメージ入りますね、普通に殴っても。魔人キラーの運悪がいいのでしょうね、きっと。そんなことも考えてやってるようはないんですけど、ランダムなんでリコルに関してはもう頑張ってもらうしかない。すげえ角度で飛ぶな。おお、うん、あ移動しないのか、移動するのかと思って。逃げ道はあらかじめ作っておく、泥棒のいろはよ。そしてその逃げ道を華麗に塞いでいく、これがリゴル姉妹のいろはだぜ。カッチンだらけ。かわいそうなぐらい入ったぞお前ら。大丈夫か。うわパワーアップがあんのか。そんなになんですかね、シティハンターのサイバリオレベルで出てこないので、やりやすいっていうか、まあ、負けじゃねえ、動きやすいっちゃ動きやすいですね。一回触れられればリコルなら倒せるんですけどね、重なりすぎ。あとちょっと見せよう。おっ、うわお、なるほど、そういうとこか、だからか。違う、お前そこにはまるのは違うな。これ動け、お湯に動けた。リコルから、真上にビームを打てると思う。よし、オッケー。まあリコルちゃんですからね。いや、もう怪盗姉妹にはね、リコル姉妹は負けるわけないんですよ。威力が違います。経験と威力が違いますから。ありがとうございます。これ、うん、昔見てたな、うん、ちょっと思い出したけど、これ今見るとめっちゃやばい格好してますよね。うん、絶対やばい格好してるもんこれ。だってレオタードで街中とか、これどっかフェンスに引っ掛けて破く。はい、本日もご視聴ありがとうございました。